画用紙1枚で作る泳ぐ鯉のぼりです。大きい方は四つ切り画用紙、小さい方は八つ切り画用紙で作っています。こんな風にぐにゃぐにゃと動きます。まず画用紙を縦半分に折って2つに切ります。それを貼り合わせて細長い四角にします。これをさらに細長く半分に折ります。そしてもう半分に折ります。ひっくり返して反対側も半分に折ります。山が2つの屏風折りになりました。尻尾の部分を開けて丸く切っていきます。くるっと回してまた丸く切っていきます。切ったところから1センチほど開けて丸く切ります。これが鱗になります。くるっと手前に回して1センチほど開けて丸く切ります。これを繰り返していきます。頭の部分は2つに折って丸く切ってエラを作ります。尻尾の部分も2つに折って斜めに切っておきます。こんな風に互い違いに切れています。これを広げて切り込みを入れた部分で折っていきます。しっかりと折り目をつけていきましょう。エラの部分まで折り目がついたら、今度は鱗ができるように少し重ねながら折っていきます。手前に引っ張って少し重ねて折ります。こんな感じにジグザグになります。エラの部分も同じようにして折ります。これで体の形が出来上がりました。裏はこんな風になっています。折り目をしっかりつけておきましょう。尻尾の部分はさらに半分ずつの屏風折りにして折り目をつけておきます。
折り目を少し伸ばした状態で鱗の模様を描いていきます。切り取った曲線に合わせてまず丸く描きます。エラの部分、口の部分、ヒゲも描いておきましょう。次に鱗の中に模様を描いていきます。尻尾の筋も描いておきます。これを元のように折り直します。裏返して折り目をしっかりとつけておきましょう。目玉は外側と真ん中を白で、あとは何色か重ねて最後に黒目を入れます。これで出来上がりです。切り込みが入っているのでぐにゃぐにゃと自由に曲げることができます。押しピンなどを使って5月の壁面に泳いでいるように飾りましょう。